長谷川より発売されました、35分の1日立建機ホイールローダー ZW100-6 マルチプラウ除雪使用機になります。こちらの商品はこちらになりますように、これが完成色着色済みの見本になりますが、あとこの、除雪機の部分が、このように開いたり閉じたりするようになっております。でこちらが、プラパーツになりますが、この辺のが、透明部品やケーブル、あとは、ちょっと分かりづらいんですけど、ここに、操縦する人がついてたりします。でこちらが本体のパーツです。この辺が除雪機とかが入ってる部品で、あとまあ車体のパーツとかちょっと全部ひとまとめになっちゃってるもんで分かりづらいんですけど、この辺にホイールがあったりとか、そうですね、こういうアーム類があったりとかしております。はい、こんな感じです。そしてこれが、ゴムタイヤと、こちらがデカールです。一応パーツはこれで以上になります。で、こちらが、説明書になります。まあ、こちらが最初解説の方が入っております。そして、ここから、パーツリストが始まりまして、車体の製作に移っていきます。まずは操縦席周りから作って、操縦者を乗っけます。そこが終わりましたら、今度車体の方の組み立てですね。エンジンのところとか車体の、ところにつける部品とかですね。でここが、除雪用アームの取り付けになります。でここで、本体と除雪アームをセットしていきまして、で、タイヤをつけていただければ組み上がりが終わります。でこちらが、カラーの指定になっております。あとデカールの貼る位置もこちらに入ってますね。はい、これで以上になります。